こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日無課金サーバーか縛りまでやっていきたいと思います。昨日ね、ちょっと動画ご用意できなくて申し訳ございません。なんかね、もう天候最近なんかおかしいないですか。はい、なんか、はい、なんか自分で納得してるけど、自己完結してるんですけど、はい、またはい言うと思った。金曜日からの、金曜日、今日何曜日、火曜日か、何曜日、日曜があれか、はい、1200ランク、メインアカウントランク1200になりました、配信と、なります、配信と、月曜日が、アグリゲート、はい、8号お手伝い配信、ご参加、ご協力、ご一緒してくださった方、ありがとうございました。はい。本当にね、ちょっと僕もね、そのパズルが仕上がるのがね、ちょっと夜行性な関係あって、0時回ったぐらい、はい、はい、2時間かけて仕上げて、その数分間だけパズル力アップするんで、ノッククリアできたらね、もっといいんですけどね。で、今日からは、百式柴犬丸でございます。はい。今日やっていくのですね、タイトルとサムネ見てもらったらわかると思うんですけど、最近そうガンダム愛が強すぎてわかんないですけどね。はい、こちらですね、魔法石10個ガンダムシリーズコラボガチャ。毎回ね、ショートでログインスタンプをちょっとたしなむ癖がついておりまして、最近、はい、ちょっとその癖をね、ちょっと一旦脱却して、まあね、このユーザー情報、コミュニティ20個貯まったので、2回なんで、たまにはね、その、まあ、普通の本編のこの20時間の動画で、ちょっと2回だけなんですけど、短い動画になっちゃうんですけど、ちょっと引いていこうかなと思ってます。それでは、百式縛り丸、いきます!はい、そのガチャね、いきます言ったんですけど、ガチャ、僕、その、第1弾の時にも結構なフェス限突っ込んで交換したんですけど、今んとこね、そのダイヤがね、新しいなってから、ペーネロペーと、ラクスクラインと、クシャトリア、マリーダ・クルスさんが、ガンダムは敵って言うてもうてるんですよね。それだけなんで、ちょっと一個ぐらいね、ダイヤ出したいと。本当はね、僕、ガンダムシードがね、ちょっと薄々編集とかで気づいてくださってる方は、ガンダムシード、ガンダムウィングが好きで、宇宙世紀も好きなんですけど、ストライク10個の方はね、1の方はね、ストライク1点狙いになっちゃうんで、ちょっと新しいね、こっち2の方をね、ゴッドガンダム、またユニコーンガンダム、フォースインパルスガンダム、これもうフォースインパルスも全部好きだし、あとダリル・バルデとかね、シナンジュとかもこっちがね、結構ほんま欲しいんで、2引いていきますね。はい、それでは。もうね、長々と、はい、もう、着火石するつもりはございません。はい。それでは、最後3個しかダイヤ見てへんで、柴犬丸。はい、そう、あ、メッサーラやったっけ、これ違う、ごめんなさい、メッサーラはあれや、ゼリードメッサ注意 の, あのモビルスーツや、メッサーや、これは惜しいね。でもメッサーもいいっすね。ベクタードテルスタビライザー。ここまでちょっと覚えてへんわ、僕も。でも、あれですよね。マフティの時代のやつですよね。メッサ F01 型。僕 F91 がね、モビルスーツの中で一番好きで。はい。でね、昨日ね、これ、尺稼ぎじゃないんですけど、言い忘れてたんですけど、お手伝い配信で、そこから、チャンネル登録してくださった方で、これ出ましたとかね、言ってくれはって、たんですよ。めちゃめちゃ嬉しかった。それもやったかやったなと思ったんですけど、このアカウントもユニコーン出したいんですよね。ユニコーン出ましたって言ってあったんで、このアカウントもぜひそこをね、徳を積んだこと、ということでいきましょうか。来い、ユニコーン。よし、思いだけでも力だけでもダメなのです。深いね、今聞いたら。ほんま大人になってから。はい、じゃあ
まあ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 、明日はね、ちょっと明日から5月1日ということで、はい、今日はね、4月の締め日ということで、まあ、ガチャ動画軽く2本、2回だけ引いただけなんですが、明日もおそらくクエスト10ぐらいまでね、爆速でクリアして、ガチャ動画、はい、ガンダムコラボはまた続くんで、はい、明日もおそらくちょっとガチャ引いちゃうかな、はい、芝居の丸。やっぱガンダム好きなんでね、はい。好きなんでね。はい。それではね、この辺で今回はお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ動画の感想や皆さんのガチャ結果や5月のクエストの魔法石の使い道など教えていただけると嬉しいございます。はい。あと、ラクスクラインを使ったおすすめ編成とかも教えてくださると嬉しいです。まあ、ミーティはめちゃくちゃ強いんですけどね、武器、ほんまに。はい。裏修羅でランク上げしてるんですけど、僕、このスキルだけでボスっていうか、敵、パーン行くんで、はい、やっぱ26ダメージということで、はい。それで今回のお相手は私、ありがとうございました。それではね、バイバイ。